ちは、インターン生のひだです。第6回は私のお気に入りのアイドルマスターシリーズの楽曲を紹介します。私はアイドルマスターシリーズの中ではやはり初代のザ・アイドルマスターの楽曲が一番好きです。その中でも特に好きなのが紅白応援ビクトリーと自分リスタートです。紅白応援ビクトリーは2017年1月28日から29日に行われたイベントのイベント内企画の一つ、みんなで作るイベントソングに登場した曲です。この曲は事前に YouTube で練習動画が公開されており、あらかじめ予習したプロデューサーが紅白に分かれてコールを入れることによって完成するという仕組みになっている曲です。とても明るい曲で聴いているととても気分が盛り上がります。13人のアイドルが赤組と白組に分かれていて、その中でも私が推している菊池誠くんが赤組なので、赤組のパートを歌ったり応援することが多いです。自分リスタートは歌詞がとても前向きになれるような言葉ばかりで、辛い時や悲しい時にこの曲を聴くととても前向きになれます。特に輝いたステージの中での部分が自分に光が差し込んだような気分になれ、とても好きです。これらの曲以外にも私が好きな曲が他にもいっぱいあります。あまりにも多すぎて全て紹介できませんが、一部紹介します。ミリサのサードアニバーサリー記念に制作されたグローマップはナムコプロのどのアイドルも輝けるような曲でとても好きです。また投票企画ザ・シアターチャレンジのテーマ近未来アウトサイダーのテーマソングワールドチェンジャーもとても好きです。近未来アウトサイダーは菊池誠くんも敵役で出演していて、歌唱にも参加しているので、とても力強い歌が聴けてとてもかっこいいです。そしてそんな菊池誠くんのソロ曲自転車もとても好きです。誠くん自身がボーイッシュな見た目なことから、女の目線というよりは男の子目線での恋愛ソングになっています。デレステの楽曲ではスターリーゴーランドがとても好きです。これもとても明るい曲で、なんだかとてもワクワクした気持ちになれる前向きな曲です。あと曲名からもわかる通り、遊園地のメリーゴーランドをモチーフに作られているため、遊園地のテーマ曲のようなリズムにもなっていて、遊園地に行った時に聴きたい曲です。また虹色ドリーマーというオタクユニットが歌っているオタクイズラブがとても好きです。自分も同じオタクとしてオタク愛をここまで歌っている曲にたくさん共感できるところがあり、気分を盛り上げたい時によく聞いています。ここまでいくつか私のお気に入りの曲を紹介しました。好きな曲を紹介しきれないのは残念ですが、アイドルマスターの公式ホームページにたくさん楽曲情報が掲載されているので、興味のある方はぜひ聞いてみてください。最終回はアイドルマスターが私に与えた影響とそれに関連した夢についてお話ししたいと思います。この動画が良ければチャンネル登録といいねお願いします。ご視聴ありがとうございました。